白浜雄造は JRA 立冬トレーニングセンターに所属する機種。JRA 唯一の長崎県出身の現役機種である。近年は障害競争の機場が中心だが、平地競争の免許も持っている。戸籍上の表記は白浜である。1998年第14期生として競馬学校機種課程を卒業し JRA の機種免許を取得する。 同期には、池添健一、坂井学太宰圭介らがいる。初起乗は3月7日、阪神 3R でユノタックスマンに起乗して12着。5月3日、京都 6R をラプタスで勝ち初勝利を挙げる。1999年6月12日、東京ハイジャンプをレガシーロックで正止障害重傷初勝利。 2005年7月25日から8月17日までフランスでレースに起動した。12月24日、中山大障害をテームドラゴーンで勝利し、障害 GI 発制覇。2007年11月10日、京都ハイジャンプをテームドラゴーンで勝利し、加藤信夫騎手が持つ障害重傷最多勝利に並び2009年の中山グランドジャンプを スプリングゲントで静止新記録となる、障害重症16勝目を挙げた。なお、新潟ジャンプステークスを制覇すれば、JRA 全6馬、障害重傷勝利となる。2009年の新潟ジャンプステークスでは、ビコーフェザーに起乗したが、2着に敗れている。2012年9月16日、阪神4レースで、ロードセーバーに起乗し1着となり、JRA 通算百0 0勝を達成した。 2017年9月2日、小倉第4レースで、パフュームボムに起乗し一着となり、史上27人目となる JRA、障害競争通算100勝を達成した。2010年2月14日、京都 4R にて、ありがとうございます。